インタビューこんにちはリマナですインタビューこの番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームにお届けしています。YouTube のチャンネル登録、Podcast の各番組のフォロー皆様よろしくお願いいたします。そして8月です、早川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 あの、前回の収録、だから今放送されてる分ですね、はい、7月分で、私夏に花火大会に行きたいっていうふうに言ったじゃないですか。行ってましたね。叶いましてっていうか、行くことになりまして。あ、この収録時はね、ちょっとね、タイムロスがあるんで、えもうい行ってないんでしょじゃ今のこの収録時点ではで。そうそう、ちょうど今日です。8月2日放送なので、今日、私はあ。そうなんだ。どちらの花火大会ですか港未来です。 あ、マジで、はい、<laughs> どちらだって、俺、俺、住んでだから知らないっていうね。いや、なんか3年ぶりかな、確かに、港未来で、あの、河、はい、南省とかある遊びの、あそこに住んでたところで開催されるらしく、今年は。あ、そうなんですかって、僕がなんで地元民になるんです <あ><え>そうなんだ。お家から花火見れたりしないいですか。いやちょっとローカル話で恐縮ですけど、みなとみらいといえばね、ランドマークタワーとかなんですけど、うん、家の近くからランドマークタワー見えるので、うん、いや遠い、遠いんだけど、じゃあ花火も見えるから、ますます近づく必要ないの。本当にに、8月2日の何時ぐらいかな、18時、19時。確かにそのくらいだったな、なんか、まだ10代の頃に行きましたね。 あ、本当ですか <laughs> あ,あ、一回か二回。あの、で、そっからそう、後ずさりしてみたいなね。なんか横浜って花火大会多分メジャーなのです、僕の20年前の記憶なんであれですけど、その8月の多分そこと、はい、あと開校記念日ってあるんだよ。うん、開校あ、港そう。で、横浜市の公立の中学校と高校とか全部休みなの、小学校。へえ。ー。そう、それは6月の2日とかじゃないかな。だからそこは花火大会やるんですけど、そういうのないよね。千葉とかも港あるよね。 なるけど開校記念日なんてないです千葉結構あるぐらいでそれって休みになるの休みに小学校とかはあじゃあそれはみんなあるのかそういう意味ではあの横浜市民は開校記念日に休みだから何をするかというと東京ディズニーランドへ行くんです <laughs> <laughs> 神奈川なのに神奈川で楽しまないんですね。<構>いや,いやだってほらその平日ディズニーランド平日に行ければってまあそれでも混んでるじゃんしかも横浜市民のそういうが学生結構行くから結局混んでるみたいな感じだけどそそうそう,そう6月2日といえばディズニーランド行くみたいな、ねまあ、僕はですけど県民にはない発想でしたみんな県民の日は休みで千葉だからディズニーランドが あれでなんでまた港未来なんですか,あなんかいっぱい探したんですよ、こう花火大会にどうしても行きたいと思ってうん例えば隅田川の花火大会とか江戸川とか全部中止で、唯一あったのが港未来のみで、でもう浴衣も着るっていうのを決めた周辺の,あの美容院っていうんですかすなんかヘアセットと着付けしてくれるところを予約し。すごい。え、それはあのやっぱ周辺でやるもんなんですか<あ>そ,そうしないと大変か。 いやまあ、大変なのもそうですなんか私、こっぱずかしいんですよね、千葉から横浜まで長い電車浴衣で行くとか。でも帰りは、帰り着替えのじゃあ,、またあ、帰りもあの近くであの女子会みたいな感じでホテルを取りまして、めちゃくちゃ大混雑で、取るの大変だったんですけど、あそうなんだ帰らなくていいように横浜近辺のホテルを取りました。すごい僕 とは対局でガチですねまあでもとそうね会のやだもんねもうなんか汗だくでさ<う>人混んでてさみたいな本当はなんかホテルから見るかなとか思ってたんですけどうん、うん、そこはまあ実際、うん、大学最後の夏を楽しむ、えー。あ、<laughs> 楽しみですねじゃあぜひね、はい、ちょっと港未来の花火大会興味あるんでまたあの写真でも送ってくださいはい送ります <laughs> どっちが横浜の人かわかんないん <laughs> そんなところで今回も本編に入ってまいりたいと思うんですが、はい、今回はどなたにインタビューされたんでしょうさん、はいえー、生物学者の小林武彦先生にお話を伺いました「生物はなぜ死ぬのか」という本をメインにインタビューされたと思うんですけどこれはこういったきっかけだったんでしょう、はい、そうですね生物はなぜ死ぬのかって実はもう去年かなあの発売されてい 一年以上経ってると思うんですけど、まあ、ずっと新書でね、講談社の新書で、書店でもタイトルからいいじゃん。 うん、興味刺させられますよね。うん、そうい。言われればそうだし、これ小林先生によると、講談者の人にして怒られるかもしれないですけど、タイトルとしては、まあ、パンチが効いてれば効いてるけど、普通といえば普通。でも意外と誰もが、こう、なんか小さい時から考えて、ちょっと哲学的なさ、科学的であり哲学的なものだったので、なんかすごくずっと気になってて、で、インタビューしたいなとは思ってたんですけど、まあね、こんな感じでバタバタなので、なかなかタイミングなく、ただね、やっぱり、あの、インタビューの中でも話あったかもしれない。 ですけど今、うん そのインタビュー時点で本当に数十万部相当売れてると思うんですけど、前回、小説家の同志教授で適用を打ての相坂さん、はい、相坂さんもおっしゃってましたけど、はい、相坂さんの本とこの小林先生の本って、やっぱりそのコロナ禍ですごい売り上げが伸びたらしいんですよ。なるほど、うん。まあそこはね、相坂さんも言ってましたし、小林先生にその話触れたかは覚えてませんけど、やっぱりね、それで売り上げが伸びるっていうのはちょっと複雑なところは多分きっとあると思うんですけど、まあ何が言いたいかというと、やっぱりね、戦争とか、まあ コロナで人がもういつも以上に死を身近に感じたとか、うん、その辺があると思うので、多分すごく売り上げが伸びたのかなと思いつつ、そう、僕がでもやっぱこのタイミングでインタビューさせていただこうかなと思ったのは、あのプライベートの話で恐縮ですけど、はい、やっぱ3月末に父を亡くしたので、そこでちょっといろいろまた考えさせられることがあって、そこでこのタイミングで、まあ、いつものように講師混同させていただいて、あの東京大学のね、えー、研究所に行って、 おお邪魔してて話を伺ってきましたまさにあのさっきおっしゃったとおりあの新書大賞2022年の第2位獲得ですねまさに世の中の風潮を反映してっていうところとあとはなんか姿勢感っていうのを生物学の観点から捉えるっていうのがすごく興味深いなっていうふうに思ったのでこの本そしてインタビューともにお楽しみいただければと思います。 ということで早川さんと小林武彦先生のインタビュー第1回をお聞きください、はい、さあ、えー、今日はですね東京大学にお邪魔しまして東京大学の定量生命科学研究所ゲノム再生研究分野教授で理学博士の小林武彦先生にお話しください小林さんよ,よろしくお願いしますよろしくお願いしますどうも小林でございます、はいはい、ここにもね東京大学定量生命科学研究所とありますが今日はやはりねあの小林先生にこの ベストセラーそしてもうロングセラーですね生物はなぜ死ぬのかについて、えー、中心にいろいろお話伺いたいと思うんですが改めてこ,う、まあ、この研究所そして先生の今のお仕事、うん、まあ一言で言って難しいかもしれないですけど僕らに分かりやすく教えていただくとどういうい感じなんでしょうかここの研究所はです、ねまあ、東京大学の淵研といって東京大学の付属の研究所で、うん、まあ正式名称を読んでいただきましたが、はい、東京大学定量生命科学研究所、はい、実はこの壁紙を前に、はい、あのインタビューに答えるのは あの何年か前の記者会見以来で、だ<う>からうかつなことを言えないですね、<laughs> いつもこう肩書きをしょって、やってる、はいでね、まさにしょってますよ、<laughs> で、まあはい。インスティテュート・フォー・コンティティティブ・バイオサイエンス、はい、定量っていう意味ですね、はいあ、生命科学研究所は多分お分かりになると思うんですよ、うん、生物学の研究所ですね、はい、だから構成員は、まあ、生物学、あるいは医学、まあ、倫理の先生もいますけども。はい まあ、ほとんどは生物学、うん、あるいは生命科学、はい、医学の先生ですで。この定量がちょっと気になるよね。まあ、いろいろね、この研究所、まあ、ありまして、ええで、生物学ってね、他の物理とか科学と比べて、ちょっと違うというかね、はい、難しい動画がある。うん、それはね、生物使うでしょ。うん、で、実験する人、実験するラボ、実験する研究所によってね、多少データが変わってくるのよ。私たちのデータはこうです。はい こちらはこうです。はい、どっちかなみたいな時々あるんですよ。実験方法は全く一緒一緒だとしても。はい。だから相手が生物なので、まあ,あ<ー>微妙な条件だとかなんかが違うんでしょうね。はい、それで、 違ってたりで最悪の場合、うん、捏造ってこともあるわけですようん、うん、いや生物だから違うのは当たり前でうちは正しいんだって言ってちゃんと実験やってないってこともあるでしょはいはい、はい、でもニュースとかでたまにありま、ね、でそういうのがまあこの研究所でも昔昔ありましてでその今しめの意味も込めて、うん、きちんと定量しようと、はい、でその定量するメソッドを開発しようと、はい、で再現性のあるデータが出せるように、はい、私たちは生物生命科学に取り組みますよと、うん、取り組みますよという 意思表示として定、はい、量生命科学研究者ですなるほどちゃんと再現性がある科学としてきっちり信頼の受けるデータを出しますよという意味の、うん、意味を込めてこういうふうになりますなるほどねあ,ありがとうございますそして小林先生ご自身はその研究所の中で <laughs>、まあ、いくつもいろんな研究を抱えていると思うんですけどもっかい今こう分かりやすくもし言えることがあればどういう感じなんですかにったら老化の研究をしているんですよととう、まあ まあ、いろいろな研究があるんですけれども、ええ、その中で私は生物学者なので、はい、まあ老化して死んでいくというよりは、うん、その老化するんだけども、はい、生命っていうのは連続してるじゃないですか、はい、その一個一個の個体、うん、人から見ると、まあ、老化して死ぬっていうのは終わりなんだけども、はいはい、そしたら生物っていうのはとっくの昔絶滅してますよねそうですね。 でも38億年前から今まで続いてるってことはずっと連続している何かがあるわけですよ確かに一番最初にできた細胞は多分38億年前に1個の細胞ですよ、はい、でそれがずっと長い間進化をしながらですね、うん、今まで来たわけですね、はい、でその間に一回も私も早川さんも途切れることなくですねご先祖様が。 途切れてたらいないたなわけですもちろんそういう方もそういう生き物もいるんでしょうけども、うん、我々は幸いにして途絶えることなく、はいまあ、ずっととにかく私たちの祖先を遡っていったら早朝、うん、同じ人になると、うんまあ、そんなに遠くないと思いますよ、はい、でずっといったらもう世界中の人も同じ祖先になるでもっとずっといったら世界中の生き物は同じ細胞になると、はい、でこの生命の連続性を支えているものは何だろうかというようなことを研究してますね。 ちょうど昨日、うん、私事で恐縮ですけど久々にあの2001年「宇宙の旅」を見てて<う>オープニングであの類人縁というか人類のところの描写があったので、まあ、でもそういうことですよね、そうです大元は、まあ、必ずどっかにぶち当たるわけですよね、うん。みんな遠い親戚なんですよ、す人だけじゃなくて、はい、あの草も葉っぱもね、植物も虫も魚も。うんうんうん、ですよね。 そんな中で今日いろいろお話を伺っていきたいんですけど、ちょうどせっかくなんでたまたま朝今日ニュース見てたら、あの、ま、先生は当然ご存知だと思いますけど、あの、世界最大のバクテリアが見つかったっていうニュースがありまして、え、そして同時に、 世界最大なのかな？ニシキヘビが見つかったってニュースがありました、うん、さらに最近世界最大の淡水魚が見つかってっていうので、これなんか巨大化進んでるんですかね。いや、そういうことはあるのかもしれないですよ。はいはい、まあ、温暖化があるし、はい、そのなんかあの地球の環境が変わっていくと。はい、まあ生き物も当然影響を受けますから、はい、何かしらの変化はあるけども、はい、その温暖化の影響だとか、そういった傾向があるとかいうのはまだ。はい 3つぐらいいとちょっと分かんないですねまあまあそれこそあの、うん、慎重に発言されたりだと思いますけど、はい、で,でも、どうでしょうあのこれ最後の方に伺おうと思ったんですけどやっぱり当然じゃあこれ先生個人の見解っていうのもちょっとこれしょってるんで難しいかもしれません、ね、いや個人の見解で構わないんですけど <laughs>、うん、あのまだ見つかってない生物ってどのくらいいると思います、パーセンテージでもいいですし数でもいいですけど、うん、それはねたくさんいますね。 たくさんあのね名前がついている生き物が180万種ぐらい、はい、そのうちですね内訳は詳しくは覚えてないんですけど、はい、一番多いのはとにかく昆虫であ、はい、昆虫がまあ90万種ぐらいで半分ぐらい、はい、ただ昆虫が多いっていうわけではなくて、うん、昆虫は私もそうですけどもマニアがいて探すんですよ <laughs>、はい、いろいろ新種を一生懸命。はい いろんなとこ行ってね、はい、名前つけるでしょ、はい、だからまあ生き物の本当の割合ではなくて、うん、名前がついている生き物っていうことでは昆虫がまあ、はい、ダントツ一ですね、はい、名前がついていない生き物ってのはいっぱいいるんです、うん、実は我々私たちの周りにも多分いると思います<ー>ただ関心を持って見つけて名前をつけようとはあんまり思わないので,、はい、でそういうのはどのぐらいいるかというと推定、うん、名前をがついている生き物も含めて 生物全部で800万種ぐらい。<ー>1000万種はいかないかなというぐらいはいるだろう、はいで。そのうち多くはバクテリアとか小さな生き物ですね。はい、海底だったり地中だったり、はいうん、そういうところの生き物はほとんど発見されてないので、うん、まあたくさんいるかな。うん、かじゃでもそれこそものすごい大きいもので見つかってないものってやっぱりちょっともう考えづらいですか。ないと思うます。それこそネッシーがね。 あのつ造だったじゃん。<の>ほぼないと思います。例えば、哺乳類でね、はい、あの、新しい新種の馬がいたとか、はいはい、それはほぼないかな。やっぱり大きな生き物っていうのは行動範囲も広いので、はい、誰かの目にさらされますよね。一匹じゃないですから。はい、そうですね。 何匹かいる何,匹うか何百匹何千匹って普通はいるので、はいはい、そういうのが全く今まで見つからないで<ー>今まで来たということはちょっと考えにくいのではい、はい、小さな生き物はたくさんまだ名,もつい名,の名のない生き物がいると思いますが大きなのはちょっとねそれこそ小さい大きいの定義もねいろいろあると思うんですけど、まあ、それこそ先生が一番お詳しいというかお好きな昆虫はまだ結構ありうる昆虫はマニアがいて <laughs>、はい もう徹底的に探してて時々これでも時々ありますよ新種発見っていうのがんかちょっとこの触角の形が違うぞとかそのレベルですよ全く違う種類のね例えばクワガタムシが現れたとかカブトムシが現れたということは誰かが人工的に作り出さない限り難しいんじゃないですか見つけるのは。ってことですねやっぱ先生なんか楽しそうですね昆虫の話。昆虫大好好ききき生物基本的にです人 あのなんかこうワクワクするで,す、はい、でもこれくだらないようで真面目な質問なんですけど昆虫ってまあこれ人によると思いますが一般的にそれこそ小学生の時とかってまあ僕も昆虫好きな少年だったんですけどそうですか大人になったらやっぱりちょっと気持ち悪いっていう人多いじゃないですか先生は思わないと思うんですけど大人になってくると子供の時に好きだった カブトムシが好きじゃなくなるっていうこと、はい。あ、すごくわかりやすく言うとそうですし、うんうん、やっぱちょっと昆虫が人にもよると思いますけど、うん、やっぱ僕も触れますけど、ちょっとバッタとかよく見たら気持ち悪いなみたいな、うそう思うのって何なんですかっていう質問自体がちょっとレアですか。いや、人的には相当多いですけどい。あのそれは一般的にそういうふうに思われている方は多いと思います。はい、例えば子供にとってはゴキブリだって興味の対象ですよね。そうですよね。ね、はい、そんなに 嫌悪感がないですす、うん、あってて捕ままえ,てえすりは手で使、ねうん、ちちいも大人はとりあえず叫ぶ人もいるし、はい、なんかこう持ってきて叩こうにも叩く勇気もない誰か連れてきてゴキブリどうにかしてくれみたいな感じになるじゃないですか。はいうん、だからなんか大人になるとちょっとその生き物とかいろんなものに対する警戒心が強くなるというのは、うんうんうん 一般的にはそうだと思います。だからそれは昆虫だけじゃないですよ。人にも対、そうですよ。子供って知らない人でもすぐ仲良しになるし、大人に対してもすぐフレンドリですよでもちょっと大人になって、まあ思春期を迎えた頃から壁外できるじゃないですか。まああれに似てますかね。自分と違うもの、小さな生き物だとか違う人だとかに対してちょっと警戒心を持っちゃうみたいな。じゃなんか生物学的になんか大人になることによって何か普通に美しく思えてたものが見にくくなるとかそういうことともちょっと違う。 なんか新しい美意識みたいなのは芽生えるかもしれませんけどもそれまではその異性に対してそんなに興味がなかった人でも興味を、はいはい、持つようになるわけだから逆もありえますよね。今まで好きだった虫だとかなんか自然の生き物とかに対してちょっとうんって思う人はね。私生物学の教師なんだけど、はい、例えば早川さんと同じように子供の時にはクワガタカブトムシ大好き。 今はそんななに好きじゃいでどうしてって聞くと多分好きすぎて嫌いになっちゃったんじゃないですかとかよく分かんないことを言う恋愛みたいですねまあそんなようなこともまあそれはちょっと冗談だと思うんだけどやっぱり変わりますねはいいろんなものに対する思考というかもう先生この本出されたの2021年の4月ぐらいちょうど1年 えちょっと経ってますけど、まあも,うあのね、もう本当にロングセラーベストセラーでも多くのところにも、ね、取り上げられてるんで今日はちょ,ちょっとひょっとしたら切り口が違うかもしれないんですけど、うん、まあこの本で先生いろんなこと書かれてますけどせっかくなので、あのー、やっぱり読んだ方もかなりいらっしゃると思うんですけど改めて今日この時点でなんかこれもっとここ伝えたかったんだけどもしそう感じてることがあればこの肉声でやっぱり伝える機会っていうのはあの貴重なのでいただきたいなと。 まあ本っていうのはある意味読み物ですので読んでいただくのが多分一番よく分かると思います、はい、で私は研究者なのでちょっとそこに新しい理論だとか自分なりの見方が入ってます、はい、でそれはあのまあある意味本のエッセンスみたいなもので基本的には読み物を楽しく「あこんな考えもあるんだ」って言って読んでいただければ よくてで私がその本に書きたかったことは全部本に書いたんで結局書きたかったことはまあ進化のこと、あの生き物っていうのは進化でできたんだよということです。でまあ私たちはポッて生まれたわけではなくて、まずすごい長い先ほどお話しましたけれども、三千あもう三三十八億年前にね最初の生物ができてから脈々と受け継がれている生命。 その間にずっと進化し続けて、うん、でここまでたどり着いて、はい、まあこれから先も進化していきますもちろん、はい、という中の、うん、今この時点での生物の形になるんですよね、はい、で生物は進化が作ったというところをまずお伝えしたかったそこの辺のところをまずこう理解していただくと頂、うん、けるとすごくありがたいなと、はい、でじゃあその進化は何ですかと、はい 進化ととはは何かいうのプログラムなんですよプログラムプログラムです。コンピューターのプログラムとしてまああのんかこう演算みたいにして A+B が CA+B が C とかねそういうようなんか単純なプログラムの繰り返しなんです。でそのプログラムは何かというと変化まあこれ変異と言ってもいいんですけども変化と それが増えて選択されるという変化と選択なんですよ。うん、変化っていうのは多様なものができるというまあ多様性ですね。で,ね、はい、で選択というのは、はい、まあいろんなものができた中でたまたまその環境で生き残ったというのが選択です。だから選択っていうのはある意味裏返せば死ぬことなんですよ。うん、選択されたやつは生き残るんだけども、うん、ほとんどは選択されてなくて、うんはい、それは 死んで消えていく。あるいは絶滅していくわけですね。はいうん、だから変化しては選ばれ。はい、変化しては生き残りというのをずっと繰り返していると、うん、やがて生き残りやすいのがどん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 こう増えてくるじゃないですか。その結果が今ここにいるっていうことなんですよ。はい、この変化と選択のプログラムを動かすためには、うん、死ぬこと、はい、絶滅することっていうのは、はいはい ある意味必須で私たちはそのプログラムの中で生きているから、うんまあ、ある意味死ぬのはしょうがないかなっていうのが、まあ、生物学的なある意意味味死の意味といいいうに考えてもいいです僕たちは何で死ぬのかなっていうふうに誰でも一回は考えるじゃないですかその時に絶対あ年取るからだねとね、うんまあ、それは運命だねとか。はい あのよく分かんないけど、まあ、そうできてるんだねと大体いいその3つの答えはどれかだと思うんです <laughs> 確か<に>でもその4つ目としてああいやこれは人が生き物がね進化してくるためには、うん、あるいは来たためには、はい、私たちが存在するためには必要なものだったんだと、うん、でこれからもそうなんだと、うん、いうような4つ目の、まあ、考え方っていうのが、はい、まあ提示できてそれがご理解いただければいいなと思います。うんああ 死ぬ意味について生物学的にはこういう説明もあるんだよというようなことを皆さん方にお伝えしてもしかしたらそういうことを考えるとちょっと気が楽になる死ぬううことに対してねあるいは自分の過去の人昔の人に対する見方もあるいはこれからの人に対する見方もちょっと変わってくるかなと思ってね要するにそのプログラムの中で今現時点で私たちは生きている。 そののたたためにには過去にたくさんの死があった、うん、私たちはまだプログラムの中で生きているから次にも新しい生があるだろうというところを現状認識というのをちゃんとしっかり持つということは今をしっかり生きることにつながってくるかなと思ったりもします、うんうん、あ,ありがとうございます。 でも先生に今プログラムって言葉を言っていただいて一瞬プログラムって言葉だけをするとなんか俺らもプログラミングで動いてたのかみたいなちょっと冷たい印象を受けたんですけど先生がお話やっぱ伺っててむしろその逆でなんか実はアポを先生に取らせていただく時にもちょっと私事ですけどちょうど父があの亡くなったタイミングで近親者でこう亡くなったのはまあ この年今41なんですけどこの年亡くなった初めてなんでそういう意味では恵まれてたかもしれないですけどやっぱりすごい喪失感いっぱいだった時にあの先生のこの本の中でやっぱりその死は個人の終わりではなく進化に必要子孫の中で生き続けているってよくその誰かが亡くなった時に生き続けているっていうじゃないですか。魂がどうそそれはそれはで なんか慰めにはなったんですけど、うん、いわゆるスピリチュアルな部分じゃなくて、うん、先生がまあ今おっしゃったことも含めて、うん、本当にその生物学的に残っているというか、うん、なんかそういうことをあの先生がやっぱり言ってくださった上での今のプログラミングっていうと、なんかむしろあ,あったかいですね。<laughs> そうですね、まあ。プログラミングっていうと今風なんだけども、<laughs> まあある意味自然の法則みたいなもんですよね。だからその動作もなくなっちゃ残念ですけども、まあその生きた証としてまあ。はい 一般の息子さん、おるわけで、はい、ね、そのことに関して、まあ、ある意味、あの、死んじゃったことを。まあ、ある、こう、なんですかね、うん、みんなで、こう、葬式してくれたり、ね、うん、思ってくれる人がいるっていうことは。まあ、お父様、幸せだったんじゃないかなと思います。いずれ、人は、まあ、死ぬので、はい、まあ。 そこはしょうがないんですけども、うん、それをどういうふうにして捉えるかっていうのは、いろんな捉え方があってもいいと思うんですよ。えーはい、ま宗教的に捉える、はい、あるいは何もそれはもう考えないということもありだと思います。うんはい、でもまあ生物学的には、ま人も生物ですから、うん、まあある意味あのそんなふうにして、まあ進化的に順番かなとか、うんはい、こういうことがずっとつながってきて今があるのかなとか考えることも一つの、まあ アイディアですね。うん、我々私たちが自分たちをこう励ますというかう、ね、理解しながら生きていく上でのねうん、うん、エンディングのお時間ですインタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想を取り上げてほしいテーマなどを募集しておりますいただいたご質問等はこの番組内で取り上げさせていただきます概要欄の URL からどしどしお寄せくださいそして これまで100以上の番組をプロデュースし、累計ダウンロード数3億の早川さんが教える、ポッドキャストブランディング講座が開講されます。映像やブログ、SNS を頑張っているのになかなかファンの獲得につながらない。発信に重点が置かれてしまって創作活動や本業に時間が削られる。そんな悩みをお持ちの方に、コアなファンと繋がれるメディア、ポッドキャストであなたのブランドを作る方法をお教えします。詳しくは概要欄をご覧ください。 えー、そしてもう一つお知らせです、えー、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも8月の24日金曜日19時からズームにて開催されます、えー、今月の本の紹介をお願いしますはい今月はですね、えー、はい、この本ですワンシン h ということで <laughs> ずっと QR カフェではかなり小説とか文芸もしくはノンフィクションに寄ってきたんですけども全然読まなくなって ているこれ一応ビジネス書書自己啓発書なんですかねもう全然読まないということで結構僕ぼろくそにねもう最近は言ってましたけどこの本だけは実はもう8年ぐらい前に買ってある人から教えてもらってまあもうタイトルの通りですね「ワンシーン一つのこと」ということで一点周知が戻す驚きの効果ということでまあこの本本当に僕の人生を変えた。 1一冊で、まあ、このリアルの本でも Kindle でも買ってるんですけどもこの本がなければ今の僕はないと思いますし、まあ、かといって完全にできてるわけでは全くないのですぐあれもこれもあれもこれもって広がってしまうので、まあ、本当にちょうど今もまた読んでてですねあの1年に何回か振り返る本としてですねあの今までも僕断ることにこの本あのお伝えしてきたんですけども、まあ、せっかくなので QR カフェで皆さんと共に、うん。 あのこの本取り上げたいと思いますので、えー、ぜひねタイミングが合う方はご参加いただきたいと思いますしあの実際の参加が難しい方もこの本はぜひぜひ読んでいただけるといいなというふうに人生変わりますみたいな思います興味そそられますねぜひぜひ読んでないでしょ読んだことないです、ね、ぜひぜひぜひそしてタイミングが合えば遊びに来てください。はい <laughs> ここで勧誘してんじゃん <laughs> <laughs> 8月の24日の金曜日ですね、はい、19時からなので皆さんもぜひぜひお待ちしておりますということでエンディングのお時間なんですけどあの、はい、前回早川さんが、うん、あの前回7月の放送であの好きな野菜を私が聞いたと思うんですよねそ、はい、んなこと聞かれたっけ聞きました忘れてる <laughs> 最,最低ごめんマナさんの言葉忘れてたけど最近でもう当物忘れあ思い出した目キャベツだ そうですそうです、はい、でメキャベツのことをものすごい力説されてたので、そう何だけ力説して忘れて最低だね本当に。<laughs> い私スーパーに行ったんですよ。<う>で今旬じゃない多分冬なんですよね旬が。やっぱりそうだな。だからそうなかったんですけどあのなんと、うん、冷凍の芽キャベツがあったんですよ。あマジで。そうで気になって食べたんですけど、うん、あの人生初芽キャベツめっちゃ美味しかったです。うん、あ。 ほんと冷凍なんてのフルーツとかコーンとかそういうところに冷凍の芽キャベツもあるんだあそうです、ね、なんか業務用スーパーみたいなところにはあるよね芽をみ入れたんですけどうそ,うそこにかなり大量にあそう <laughs> 美味しかったでしょ美味しかったですえどうやって食べたの,あのバターソテーとかあそれが間違いな <laughs> さすがあと天ぷらにしました 今度なんかパーティーしようか、そういうメキャベツパーティー。僕 <laughs> <laughs> おかしな人集まったちが <laughs>、ね、それいいね、メキャベツパーティーとだからヤングコーンパーティーね。ああ、そうなんだ、それ、なに、冷凍メキャベツで何1キロぐらい入ってるのな、1キんでも結構大きくてそれでいくらなんかいろんなものと一緒に買ったから、1000円は超えてた。あ、超えてないです、超えてないです。マジで買いに行こうかな。 <laughs> いやしかもしかもそんだけ言っといてあれだけどた冷凍だからやっぱ正直味は落ちると思うんだよ<あ>でもそれでまあまあ<う>デビューで美味しいということは多分俺以上に冷凍メキャベツ冷凍メキャベツじゃない変わってきたメキャベツ好きになると思いますあそうだからぜひその冬の旬の時に私はメキャベツを食べたいなっていうふうに今クリームシチューとかに入れると美味しいよ <laughs> いいでしょまあビーフシチューでも美味しいけどあじゃあメキャベツ友の会作りましょう トムの会い,いいですね、もうこれ3号食えないかもしれないです。ありがとうございます、その報告。ちょっともう、冷凍買いに行きますよ、<laughs> 僕も。ぜひぜひ、はい、そんなところで人生初メキャベツを食べたよというお話でした。はい、素晴らしい,らしい実行力 <laughs> また次回、皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。